ホクシジェンは、アメリカは、カリフォルニア州ウェストレイクビレッジで2004年に結成されたインディーロックデュオである。ギターとキーボード担当のジョナサン・ラドーと、ボーカル担当のサム・フランスからなる。60年代、70年代のサイケデリックロックや、グラムロックの影響の色濃いサウンドを特徴とする。ライブで演奏するバンド2004年、ジョナサンとサムが14歳と15歳の時にバンドを、 結成。2007年から2011年にかけて自主制作作品を数多く発表。2011年初頭、リチャード・スウィフトに音源を手渡したことでバンドは才能を見出されることとなり、ジャグジャグ・ウォーと契約を結び、5月に最初のスタジオアルバムとなる、Take the Kids of Broadway をリリース。2013年には2作目のアルバム、 We Are the 21 Short Tone Century アンバサダーズオブピースマジックをリリース。リチャードをプロデュースに迎え制作された本作はピッチフォークメディアからベストニューミュージックに選ばれた。昨今、バンドはそのライブパフォーマンスのサクランブリやマイクを自身の顔にぶつけたり、ステージ上の機材をよじ登ったり、ヤジを飛ばす観客に話しかけ続けたりといった。 サムの狂気じみたステージングにも評判が集まっている。2013年7月にはミネアポリスでのライブ中にサムがステージから落下し足の骨を折るという事件もあった。ありがとうございます。